はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、週1回のひまわりの支給日ですね。支給日、はい、ひまわりの種だよ。あまりね、与えすぎるとあの暇になっちゃいますよね。一人2、3粒をめどにね、あげてますけど、はい、まあ本当のこと言うとね、誰に何個あげたかなんてね、分かんないんで適当なんですけどね。はい、君食べ過ぎてないか。それでですね、前回ご紹介したこのお家、割と入ってくれますよね。使わないかなと思ったんですけど、取られちゃダメだよ。ああ、また取られちゃう。君ダメだ、取っちゃう。ダメ。争奪戦ですよね、これね。上だよ。上だよ。おい、気づかないか。こうやって懐いてくれるとすごい可愛いですよね。愛着が湧くと言いますか。こっち。おっとですね、これ別にかじってね、すごい家がすぐ壊れるんじゃないかななんて思ってたんですけど、割と2日経った今でもですね、原型はとどめてますんでね、いいんではないんでしょうか。まあ涼しいかどうかはですね、私では分かんないんですけど、取ってくれましたね。あれ、食べない。
砂場で洗ってますね、体も。はい、といったわけでですね、本日は週1回のひまわりの支給日でした。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。